はですね、花江モンスターとナオブナオとミユキエンジェルが作詞した曲になっているんですけど、はい、はい、作詞しました。作詞しましたね。私がなんか代表して私だけの気持ちを言うと、この曲は私の暗い過去と向き合って書いた曲になっていて、私のすべてをさらけ出した詩を書いたんですけど、二人の作詞と合わさったら、私だけだったらすごく暗い歌詞になっていたものが、二人のおかげというか豆柴の大群の曲として歌うものとして優しくてすごく明るい曲になってくれて、この曲の中にタラリラルラという謎の言葉があると思うんですけど、これはなんだかわかりますか？わかんないよね。クイズ。わかんないよな。これはですね、タラリラルラのラを抜くとタリルになるんですけど、このタリルはランランが足りるとかウキウキが足りるとか、そういう意味を込めて作った言葉で、だから何かなんかウキウキが足りないなとかランランが足りないなとか、そういうネガティブな時にタラリラルラと心の中で唱えて、それで元気になってほしいなという思いを込めて曲の中に入れたので、何か行き詰まった時にタラリラルラって思って元気になってくれたらウラピアンジェルでーす。うわー、魔法の言葉。見守るよいつでも、もっとね知ってて、いつも無理して最大すぎて、喉の奥が言うと視界が歪むのです。古いテレビの上隠れたり、君が自分を知っても愛してあげたいぞ。マシな一緒にどこかへ行けたなら、心の中の失うくない、人と比べ絶望感に苛まれ、難しく考えずに後ろを目隠して、優しい笑顔でいるだけ。